ピコロイスレ、最高のバトルだった。いつも隣にいて互いに成長してきたもんな。別にカップリングクリアではないけど、この二人の関係もエギの匂いを感じて大変よろしいな。作画の問題かもしれんが、二人とも背伸びたな。もしかすると今後ロイの身長がリコを追い抜くエピソードとかあるのかも。この橋のコレンコからよくぞここまで来たよ。お互いの回想シーン良すぎた。ここは CP の話してもいい感じ？これでもまだ旅は半ばなんだから、どこまで強くなるんだろうか。あの流れから不意打ち生み出すの天才すぎるし、ロイ君大回転の扱い完全にマスターしておる。リコロイのスレだ。多少のそれも構わんさ。たびたびキラキラに輝くよねこの二人。私は許す。ロイリコ派。ただ各注意はつけてないからほどほどで。良いバトルだった。これに尽きる。まさかポケモンでこうまで熱いボーイミーツガールが見れるとは。閲覧注意か CP 注意がついていたらもうちょっといろいろ語りたいけれど、次長。とにかく熱い試合で見ていて楽しかった。ロイの流れになった時すら、リコもニャローテも楽しそうで、この子が勝負を楽しい。って思えて戦えるようになったのは感動。この橋のコレンコしてた頃を思い出し、今の二人の成長を見てる視聴者の大半はスレガのどっちかになってると思う。ロイを応援するジムリはみんな賑やか。お互いのことを分かってるからこそのバトルってのが俺を気ぶらせてくる。リコロイスっぽい成長しててほんと感激。リコの戦い方が巧みなのはもちろん、ロイの一本上司になりがちな戦い方がチャンスを見出して波に乗るスタイルに昇華されるとは思わなかった。最初の方は二人とも指示を出すだけで精一杯だったのにね。今回のリコロイってルシアスとギベオンの、あり得たかもしれない姿なのかな。お互いが高め合える相手、ライバルであり親友みたいな。リコとアメジオもルシアスとギベオンの関係性を強調してそうだけど、また別な感じ。知ってる技を打ちまくるだけだった初心者二人がよくここまで来たものだ。一緒にいろんなことを経験してきたと思うと感慨深いよ。今のなし、から不意打ちに派生させたのは OA やんって思ったし、セルフ風力電気からのスパークも良かった。自分のポケモンの性質やトレーナー側も己の強みを見つけてここまで熱いバトルを繰り広げられるようになったのかと思うと感慨深いわね。